したらもうここが荷物入れる。ちなみにあのタイヤ。わあ、もうあんなできてるやん。工場。すげえな。タイヤ。広くはええの。いいね。あ、止まってる。今日は細かい打ち合わせに来ました。よし、よし。多少ちょっと変わってますので、見ていただければと思いますので、はい、あとすいません、あの前回私があのシールいけますよって言ったのひょっとしてそうです、社長から NG 出てこれがあるからトイファクトリーのダヴィンチなんだろうっていう、それをなくすっていうのがダメかじゃあまた YouTube で言うとこはあかんらしいですわ、はい、いけそうで、いけるかもしれんってことで言ってたから、はい、申し訳ないですいや、やっぱりな、社長がうんって言ったのかなと思ったのにあかんかったね。ダメでしたね、最終的に、はい、申し訳ないです、すいませんじゃあ、それさ、な、まあ、ほな、これを見せびらかして走ろう、はい、一応、あとアルミだったりとかもこんな感じで選べるものが増えて、まあ、16インチと18インチになって、でこれちょっとアルミ、これ16インチはこのタイヤ、ホイール4本分の金属しか入ってないので、これにプラスタイヤ4本台が、はい、含まれてます。で、一応、ブロックタイヤか、通常のノーマルタイヤかっていうのが、選べるようになっております。まあ、オーバーフェンダーとかここら辺つけるとつけなかったりとか、車検が通らなかったりとか。これ16インチですね。これ今16ですね。これがこれかな。あ、そうですよ、ね、はい、これですね、はい、これは分かりました。オリジンが確か18インチ。これ、こっちです。これです。竹縄さんどっちも持ってますね、ダビンチ。あ、はい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 。16
16インチと18インチで乗り心地、乗り心地は変わらないですよ。変わらない、全然実際変わらないです。なんかそのゴツゴツの突き上げ感がちょっと色が違うとか、そんなことない。もう分かんないですね、見た目。はい、僕は分かんないです。なるほど、はい、デザイン、デザインだと思います。そこまで。今あれついてるんですか、オリジン。あれついてます、オリジンついてます。できたユーロを解いて、青のシール、シールっていうか、なんか入んねんて。なるほどね。大きいわ、こうやって見たら大きいわ。大きいですね。中に入ってしまうとそう思わへんけど、外から見てるとすごい大きい。そうか、ゲチカ。閉じときゃいいんじゃない？そこ。あ、防げへんの？ルーバーみたいになってない。ルーバーにはなってない。まあ、ルーバーになってるタイプに。あ、でもこっち側、こっち側。そうですね、こっち側。なるほど。足元はぬくいけど、空が足元にいたら暑いか。ああ、そうですね。ちょっとちょっといいもん出して。ね。一応なんですけど、あの家庭用エアコンも設定ができるようになりました。どこに？ここにつきます。あ、じゃあ荷物入れが減るってこと？減ります。あ、金額は同じ？金額はほぼ一緒ですね。で、室外化ってこの下に付くんですけど。うわー、はい、そういうことか。なので、まあ、あの、まあ、どちらか、メリットとしてはこっちだと、まあ、全部天井に付くんで、車内が広く使えるってところ。ただ、まあ、天井につくんで全高が高くなるっていうのがデメリットですね。で、あとはその使える時間っていうのが家庭用エアコンよりもの方がやっぱり長いんですよ。クールコンプの方が、あのルーフエアコンはだいぶ使える時間っていうのは限られちゃうので。うん、はい、ただまあその代わり家庭用エアコンになると、まあスペースは狭くなりますけれども、使える時間とかがやっぱ後で。出へんしな、夏。夏こういうこのぐらいの時にもう暑いってたまにあるけど。あ、ファン回せば、マックスファン回せばよっても大丈夫ですね。そうね。もうその代わり前のエアコン潰れた終わりやけどな、車内。車のエアコンが。ちょっとちょっとちょっとジェイ君。よいしょ、はい。できていいよ。グイッと行くから気をつけ、あ、上がってみたら。いいですよ。あ、そこまで靴で大丈夫ですよ。はい。あんた、あんたちゃん、あなたは。で、そこがシャッターに変わってます。閉めてみて。あ、で、あとトイレが。一応レスもできるんですけれども、はい、標準で今カセットトイレになってるんですけど、あのウォーターレス
トイレって言って、パブチって捨てるタイプのトイレに標準が変わってます。通常のカセットトイレだと、そのタンクの中に溜まって、それがまあ全部液状になって、それを捨てていただくっていうタイプなんですけど、あのラップコンってことですね。ああ、ラップコンみたいになるってこと？ラップコンみたいな、そうです。で、のそれの備え付けのタイプ。はい。外せないってことですか？折り畳みを考えてたんですね。ですももちろん可能です。はい。そうですね、変更点としてはそのウォーターレストイレっていうのが標準に買ってます。あ、そっちに標準にあるってことね。でレスオプションはそのまま継続で。レスにしても、はいはい、後ろ、あの横のは、穴を開けないように一応そのトイレを標にしたいっていう。ああ、そうなんですね。そういうことか。ほんなら穴開けられへんよ。あ、そういうことやな。ここに関しては、まあ、収納としてはもう使えないです、ね、そうですね。そこはいつもあくまでもメンテナンス庫になってます、はい、そこの青いつまみのやつが、うん、凍結防止用のドレインなんですよ。車内が温度が下がってボイラーの水のボイラーの中に残ってる水を凍結しそうになった時に自動的にドレインが開いて水が抜けるっていうようなドレインになってるので、まあ車内から簡単にアクセスできるようにっていう形で扉がついてます。アドリアルとかなんか自分で手動、これは自動的に寒くなると自動的に開いちゃうんですよ。ほな水が開いてアドリアみたいになるじゃん。ただ漏れになる状態ってこと。気づいたら水あらへんやんってなるパターン。可能性としてあります。でも使ってる時に車内で人がいて、例えばまあそんなマイナス1度2度で車内が1度2度になるぐらい寒い状態ってほぼないと思うので、 FF ヒーターとか使って車内は多分暖かいと思うので、使ってない時にただ漏れになっちゃって。あ、なるほどね。で取っ手がついてつくようになりましたので、はい、これで正解の姿ですね。取っ手が、はい、分かった。
ちょっとうるさい。荷物入れとか、しっかり。うん。な。全然。ね。ここも。うん。そうやな。前はここほぼタンクとかもあったしな。結構入ったこれね。これってこの。ここのガスボンベってどこに入れるんですか？一番下につきますね。一番下ついてる、うん、カセットガスを、はいはいはい、2つつけれるカトリッジがついて、はいはい、そこに、使ってそこから使っていただける。なるほどなるほど。一番下ない、うん、それでコンロとお湯コンロだけです。お湯別ですか？あ、お湯は電気。あ、なるほど。冷蔵庫とお湯はもう、電気だけ。結構移住者とかだと、あのプロパンガスで石油で使ってるんですけど、はい、でも、はい、もう、うん、なるほど。やっぱプロパンガスの、調達っていうのはやっぱなかなか。そうか。バスやん、バスみたい。なんかキュッとするね。すごい広い。申し訳ない。乗らないよ。同時に全部入るわけじゃないんですけど、はい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 、リチウムに関してはただ両方入るんですよ。あ、なので、まあ、走行充電が仮に今30アンペア40アンペア入るだったとすると、うん、プラス10アンペアぐらい加算されるっていうような、はい、充電の速度が若干速くなるんですけど、ただって言ってもやっぱり10アンペアぐらいしか加算されないん であとは日中、まあ、今日みたいに晴れてる日しか、はいはい、そうですね、はい、でまあ、今回エアコンもつけられてない。うちの場合はもう基本的に走行するから、はい、もう走行充電だけで、はい、まあ、賄える。よっぽどいいかなとは思いますけどね。ね、はい、まあ、その200アンペアのリチウムがどれぐらい持ってくれるのか。そうですね。まあ、もう
電子レンジバンバン使うんで、ごめんなさい。多分案外大丈夫です、全然大丈夫だと思う。ビーとか言わない、ビー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 まくってたから。あとはもう本当にエンジンかけていただいて、まあ、走っていただければ、大体まあエアコンで言うと、この夏我々が使ってエアコンが本当に一晩使っても 60% ぐらいしか減らなかったんですよ、バッテリーが。一晩ってことは8時間ぐらい使う、8時間、9時間、もっとですね、12時間ぐらい使って、8時からそんな使えるの、はい、エアコンつけたいな、急に言うと。でもあのちょっとルームエアコンだとちょっときついかもしれないです。あ、なるほどなるほど、家庭用エアコンで。そんなもんするんですか。降りた色は容器作ったのかな、向こうかもしれないですね。ね、で作ってた、作ってるんやろな。人気がないかって、あんま作ってなかったね、意外と。あ、この色ですか、黒ね、意外と。そうですね、もしかしたらヨーロッパとかで需要があって日本に入ってきたなっていうのもあるかもしれないです。結構今キャブコンベースの、リカットベースのヘッド車黒って白か黒かっていうイメージやもんね。そうか、何やろな、ほんならもう秋とかやな、次の人。キャンピングカーがない生活はそろそろきついっすよね。そうですよね、そうなってくると出かけたいよか。そうですよね、もうおどおどして、もうあのちっちゃい車でも無理くり出かけようか。無理くり出かけようかよ。もうあの荷物の出し入れが面倒くさいだけでな、あの軽は上に積んだりとかしてるの。上はロスラックも何もないので、はい、あの全部移動させてですか、はい、運転席の方に逃がして、ね、それが大変なんで、ベッドセッティングしないとダメですし、はい、なんか下に引いてですか、なんか、あ、そうです、インフレーターブーマットみたいな。あ、そうそうそう、あ、なるほど、そうなんですよ、はい、で、フラットにして、はい、そのセッティングが面倒くさい。そうですね、確かにやっちゃえばいいんですけどね。それを毎回やらなかったな、朝と晩。雨が降ってるとさらに最悪ですもんね。そこに寝ないと、濡れながらしかやんないですから、ね、うまいこと降らへんかったしな、その時間良かったけど、苦労して、これのありがたみを。もう忘れるわ、ね、あんなに快適やったマックスファンのありがたさが、ね、窓開けて窓開けると換気する方がないから。確かにそうですよね。網戸もないしな。なんか早く来てくれ。すいません、ちょっと早く来て。なあ、楽しみやな。まあ、待ってる間が楽しいんやけどな。そうやな。今もバンバン受注は。受注はまあそうですね。ただまだちょっと収めれてないっていうのがあるんで、それだけですね。もう本当そこだけなんですよ。はい。キャンピングマシンももっと呼んでたらどうする。泣くな、納車まだやのにもっと呼んでたやんみたいな。ありがとうございます。こっちがフラットになるっていうのが全然、だってこっちはもう倒しても倒れへんからギリやもんな。こんなんついてんねんて。あ、そんなかかんない。買わへんて。買わへんよ。すごいな、広いやん。なんか天井も高く見える。うん、大きい。これでもあれですよ、4ナンバーで。4ナンバーです、はい。本当に K の枠の最大のサイズ。うん、ね、これはだいぶ広い。広い。ベッド展開が楽そうで、いいわ。な、どっち向いてんの。あれでいこうか、ほんなら。ありがとうございましたって。すいません、じゃあまたよろしくお願いいたします。
またじゃあ、あのご連絡の方は差し上げます。はい、はい、ありがとう、またねーって、すいません、ありがとうございます。これやめて。